今正面の方に遺跡が見えてきました。すっごい、という結構壊れてるというか、これから修復していかなきゃいけない遺跡ですかね。これはすごいと言ったらすごいですね。近づいていきましょう。カンボジア自信がないの。でも私自信あるよ。その自信もね。あの戦争の時に聞いてた。いや違う。自然です。自然。はい。下の方はアリ塚がもうやれ。土台が沈下してしまうとこういう斜めになってるよ。こういうね。だから木が斜めになると木が安定が悪くなるでしょ。それで倒れてしまうとこんな感じに崩れるよ。これがちょっと分かったから、ね、今アリ塚っていうのがある、うん、床ボコボコのアリ塚よ。アリ塚よ。見たこともない。あれはアリ塚らしいですよ。ちょっと大きくしてみましょうかね。向こうにも壊れた。でもなんか壊れ方も趣があるというか芸術的ですね。これはあのチャンパーという国、今ベトナム南部なんですけど、このチャンパー国を戦い、ここから60キロぐらい移動して30万人を兵士を、ね、チャンパーと戦い、勝利であるから、50年前の違う。あとこんな感じの様子です。あの100年、150年。わかります。よいしょ。これはすごいですね。この崩れ方は、時代を感じさせますね。
無言の歴史を感じさせますね。